ママ金の夢を叶える3泊4日夢のフランス旅。二人旅。ヒカキン TV Everyday。ドゥンロンハロー YouTube。どうもヒカキンと母です。ママキンです。はい、今回ヒカキン TV スペシャルです。初めてのフランス行くぞーと思いきや骨折しました。ねえ、本当に行って大丈夫なの？それ本当大丈夫？大丈夫です。強く産んでいただけたおかげで、おかげさまでちょっと経ってもうだいぶ良くなってきてて、お医者さんがレントゲン見てくださって、だいぶ良くなってきてますってことなので、行きます。ならいいんだけど、気をつけて。すいません、もうこのタイミングで全然大丈夫ですから、肩もみもできますから。タイミング悪そう。大丈夫ですで、今回なぜフランスに行くのかっていう話なんですけど、ズバリ私ヒカキンの母親ママキンの夢は、一生のうちにフランスにぜひ行ってみたいと思っていました。はい、ということなんですよ。そうで、なぜこのタイミングかっていうのが、今年この動画を撮影している2023年に僕の夢が叶ったんですよ。そう、私ヒカキンの夢は自分のラーメンを作りたい、そしてそれをたくさんの方々に食べていただきたいっていう長年の夢があって、それが叶った年でした。で、自分の夢が叶って本当に嬉しくて幸せだったんですけど、その夢が叶ったのは僕の YouTube を、まあもう16年になるんですかね。あ、そうだね、もうそんなになるんだね。はい、一番応援してくれてたのが母親だったので、恩返しもしたいと思い、今回ね、ちょっとね、マジで本気のフランス旅行、一番喜んでもらえるフランス旅行を準備したので、楽しみにしておいてください。ありがとう。本当にありがとう。いや、ちなみに一番行きたいところって、どこだっけ？昔から思ってたんだけど、なかなか有名なモン・サン・ミッシェルっていう、修道院なのかな？でかいね。ラスボスで準備してます。それ以外にも、パリのディズニーランドとか、まああと有名なところももう全部入ってる、ヒカちゃんプロデュースの全力のツアーになってるんで、お楽しみに。ありがとう。いやでもさ、スーツケースそれ大丈夫？なんかあんま大きくないけど、ほらこれちょっと全然違うのよ。こんな大きいスーツケースがあったとは知らなくて。それお土産さ、これお土産俺の方に入れることになりそうで、もうちょっと大きいのすればよかったで、今旅の出発の前日に撮ってるので、明日からです。それじゃあ一晩寝て夢のフランス旅行ってみよう。ゴーはい、羽田空港着きました。着きました。いや、広いね、天井高くてね。こっから十何時間かけて行きましょう。行ってきます。いや、なんかスーツケースとかなんかリュックとか引っかかんないといいけどね。あー、心配だ、スムーズに行くかどうか、ね、あと僕ちょっと全然寝ないで来ちゃったんで、乗って一瞬で爆睡するかもしれない。あ、ゆっくり寝て行きましょう。行ってきます。はい、今ですね、検査場みたいなの抜けたんですけど、超危なかったんですけど、なんとね、ギプス禁止だったんですよ。だから僕本当はギプスしなきゃいけなかったんですけど、したくないって言ってギリギリでやめてきたんですよ。もしギプスしてきてたら中止になってました。あ、よかった。あるんすね、ギプス禁止とか。そんなのもダメなんだね。うん、ギプスではないからセーフでした。で、今内側入ったんですけど、これ紙間自販機、こんなんがあるの今ね。ただ多分機内食があるんで我慢。我慢しましょう。我慢しましょう。で、今回、ビジネスクラスです。ありがとう。
横っぽくなれます。で、多分ご飯も出るはずだから、うん、我慢しましょう。はい。飛行機見えてきました。よし、登場だ。やっと登場だ。やったぜ。いやいや、ちょっと待ってください。飛行機乗る前に疲れないでください。こっち、こっち、こっち、いいです。どうぞ。はい、はい。いよいよ離陸の時。雲抜けたらブルースカイ。景色最高。念願の機内食。スモークサーモンのり巻き。めちゃくちゃ美味しい。牛肉と豆腐の隙に黒ごま飯。うめえ。まあ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 、オッケーオッケー。地平線が夕焼けでめっちゃ綺麗。爆睡したな。トイレ綺麗。今トイレの前で合流しました。充電の仕方が分かんなくて、もうスマホが終了。二人ともなんか知らないおじさんの横になっちゃって、すいません、ミスってしまいました。チケットをミスりました。しょうがない、はい、次乗る飛行機は隣らしいから、うん、あと5時間頑張ります。2回目の機内食。リガトーニパスタ、チョリソートマトソース。はい、乗り換えたりして、もう一回飛行機。はい、今ドイツで乗り換えです。なんかね、すごいドイツっぽいソーセージ食べましょう。いただきます。はい。うん。フランスじゃなくてドイツだ。この後フランスで。はい、いよいよ乗り換えで次の飛行機でパリ行きます。今度は隣同士らしい。あ、よかった。よかったって言っても1時間ぐらい。安心するわ。うん。隣じゃねー。誰か来る。またミスりました。誰も来ませんでした。
よいよフランスに到着。感じなんやね、パリの空港。いよいよやってきました、パリです。イエーイやっと着きました。それでは一泊寝て、いよいよ明日の朝からパリの旅スタート。スタート。これが本当のパリに来ちゃったよ。パリに来ちゃったよ、マジでパリに来ちゃったよ、パリに来ちゃったよ、パリ着いたぜ朝です。来ましたガチパリだぜ。こっからが旅スタートです。あのね、2ヶ月くらい準備したのよ、どこ行こうかとかさ。だから楽しんでください。はい、ありがとう。はい、じゃあ行きましょう。イエーイ、行ってきまーす。ほら、手つないで、ほら骨折で、骨折。いやー、心地いいなー。うわー、でけー。私は秘密兵器を準備していたんだ。フランスパン、フランスパン。はい、どうぞ。はい、フランスと言ったらフランスパン。朝ですから。おー、これなんとね、グランプリ取ってるフランスパンだそうです。あー、これ。じゃあ、本場フランス、パリでフランスパンいただきます。いただきます。お、うまい。あれ？あ、硬いよ。パッタクうまいよ。うまい。でさ、見て見て、道路の真ん中でさ、なんか結婚式の写真撮ってる人がいるんだけど。あ、もうこれあれなんだね、定番なんだね、うん、じゃあこの後、セーヌ川クルーズです。もう川が見えてますけど、ほら、あそこから船に乗って、うんうん、あそこずっと進んでいくのよ。これめちゃめちゃ楽しみね。朝で気候も良くてさ、うん、まだやってるから、まだやってるから、ほら。まだやってるから、あの人すごいね。結婚式フォトは命がけです。まだやってるからね。エッフェル塔、エッフェル来ちゃったよ、エッフェル来ちゃったよ。知らないでしょこれ。パリに来ちゃったよ、パリに来ちゃったよって知らないでしょ。知ってる、知ってる、うん、すごいじゃん。ちなみに船はこっちの、うん、ここですね、船、うん、はい、ここ船乗れるんで、セーヌ川行ってみよう。今これセーヌ川の川のとこまで来たんですけど、階段になっててその辺まで行ける、うん、ほら落っこちそうで怖いけど。え、魚いるじゃん。ちょっと待って、めちゃくちゃ魚いるじゃん。ほら、めっちゃいっぱいいるの分かります？これ、ほら、うおー、100匹くらいいるぞ、これ、魚。セーヌ川のクルーズです。あら、カモですね。こりゃ綺麗だわ。船待ち。おぉ、すごい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 、すげえ、イエーイ、イエーイ。バリに来ちゃったよ、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 セーヌ川、バリに来ちゃったよ、クルージング、バリに来ちゃったよ。じゃあねー。気づいたらエッフェル塔がもう見えなくなっていきそうですね。
やー、ね、すごい景色。てかさ、一緒に船乗ったこととかあんまないよね。いやもう昔遊覧船に乗ったくらいで、ね、乗ったっけ。小さい頃確か乗ったことあるけど、もうそれ以来かな。私は記憶にはございません。申し訳ございません。いや、船は乗ったことある。あ、そう、うん、覚えてないわ、あんま。あー、いい景色。あー、風が気持ちいいわ。いい街並みだ、ヨーロッパは。いやすごい景色。素晴らしい。あイエーイ。ヒッピー。ヤッホー。アレクサンドル三世橋。すげえ綺麗な橋。顔が金ピカ。あーすごい、あのザ・ヨーロッパの橋って感じで。すげえ。それもここで1個目の駅だな。駅っていうか、あの船乗り場で、また止まって降りる人降りて。へえ。てか船のスピードが思った3倍ぐらい速いね。もう着いちゃいそうだもんね。なんかね、すごいスムーズで。もうあ、もう動き出す、もう動き出す。いや速いね、案外。すげえ綺麗、橋が。すごい、やばいや、すごいよあれ、ほらバリにプチャッとよ、バリにプチャッとよって感じするわこれ。何回もやっちゃうわ。うわすごい、オルセー美術館が見えてきました。オルセー。パリのね、救急車はね、緊急性を感じるサウンドがするね。うるせえ美術館。うるせえじゃないからね。すごい建物。でかさがすごいね。パリス・オルセーン。オルセー美術館、常時4000点の作品が展示。白鳥です。おい白鳥さん、白鳥さん、おい白鳥さん。ルーブルやね、これ。これルーブル。あの、かの有名なルーブル美術館。ルーブル美術館。すごい長くて大きい。この美術館は見るのに一日じゃ終わんなそうなでかさだね。すげえ、こんなでかいんだ。あーはーい。おっさんがいる。ピースして、おっさんがピースしてました。イエーイ。ノリのいいおっさんだぜ。ノートルダムだって、ノートルダム。ちょっと工事してるけど。でけえ。ノートルダムでけえ。イエーイ。楽しかったね。楽しかった。楽しかったっすね。首が楽しかったっすね。あっという間、ノートルダム寺院のところで降りましたね。はい、ということで次は僕がめっちゃ楽しみにしてたフランスのラーメン。ラーメン？それじゃタクシーで向かいます。鬼はちょっとね、運転手さんに聞いてみますかね。うまいラーメン屋は何ですかって聞くのむずいですよね。あ、じゃあ通訳さんに。運転手さん、うまいラーメン屋、なんてラーメン屋さんですか。Oui, vous connaissez le bon restaurant de ramen? Yeah, le restaurant c'est Kodawari Lami. え、日本語じゃん。Lami? 違う違う、こだわり。あ、こだわりラーメン。Yeah. こだわりはフランス語で。ないんです。ない。フランス語ではない。こだわっていきましょう。
ルーブル美術館。降りる予定はなかったんですけど降りちゃいました。あの有名なピラミッドということで。ただラーメン屋遅くなっちゃうんですぐ行かないと。へえ。うわー。すごいねこれ。すごい。囲まれてんだルーブルって。なんか偽物の凱旋門みたいなのがあります。本当の昔の凱旋門があったとこらしいです。着きました。こだわりラーメン。着きました。めっちゃ並んでる。じゃあ行きましょう。ね。Go。はい、Go。うわ、ちょっと待って。すごいの。あれ、入る店間違えたかな。これ魚屋かなって思ったら、ここがこだわりラーメン。市場みたい。これあれだ。本物じゃない。こういう世界観ってことですね。いや、本物かと思ったけど。楽しみやね。違うんだ。築地みたいな。本当の市場にしか見えないこだわりっぷり。築地の魚市場を細部までそっくりそのまま再現しています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕やっぱ人気のラーメンで行きたいんで、はい、タイのパイタン一番人気があります。はい、じゃあ僕タイのパイタンで、はい、私はあっさり系の醤油ラーメンが好きだからってなるとイワシの醤油そばですね。あ、これ、はい、こちらも日本人の方結構行ってあります、ね、あ、そうですか。じゃあそれとそれ でお願いします。はい、ありがとうございます。魚屋かと思いました。日本にいるみたいですね。確かにね、うん、すごい魚の匂いがすごい、うん、お願いします。地中海産のタイまたはブルターニュ産のイワシで出汁を取った魚介系ラーメン。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、タイパイタン。おー、タイパイタン。うわ、グレート。すごい。ビューティフォー。うわー、おいしそう。うわ、めっちゃラーメンだこれ。ちょっとなんかさ、やっぱ僕日本人だからさ、ラーメンにうるさいよと思ってたけどさ、かなりレベルの高そうなルックス。あ、来た。はい、ありがとうございます。イワシ醤油。うわ、すげえ。あ、ありがとうございます。イワシ乗ってるぞ。やべえ。じゃあそれでは、はい、いただきます。いただきます。いただきます。じゃあ僕からいっていいですか。あ、そうだ、はい、ラー油効いてる。あ、スープはあっさり、うんうんうん、結構サラサラしてる。いただきます。お、だからそのめちゃめちゃ濃いとかじゃなくて結構サラサラしてて、うん、ラー油効いてる、うん、おいしい。私いただいてみます。いただきます。あ、煮干しかなんかの粉みたいのがいっぱい入ってる、うん、ちょっと俺ももらっていい？ あ、すごいなんかあの魚の煮干しっていうか超魚介じゃん。魚介の、ちょっと日本にあんまないくらい、うん、超魚。全然違うわ、うん、ちょっと一口飲んでみよう。あ、いい。はい、全然違う。
あ、ちょっと担々麺っぽいかも、これの、うんうんうん、で、これがニンニク、これ、うん、味噌だ、白味噌だ、これ、うんうん、味噌がちょっと乗ってる。いただきます。じゃあいただきます。麺、そういえば、なんとか手がギリ復帰しました右手でラーメン食べるの、これ初めて骨折してから。せーの、はい、いただきます。あ、ちょうどいい麺の太さが、うん、これは人気出ちゃうね、うん、フランスでこのレベルは、うん、ああ、日本に合ってるね、多様味です、うん、うまい、うん、おいしい。ああ、これでフランスで大行列するってなんか嬉しいね、うん、日本人としてね、超センスいいよこれ。卵も超半熟だしさ、うん、これ、この鶏肉かな、とっても柔らかい、うん、うん、で、臭みもない、うん、うん、2杯食えるかもしんないこれ右手の塩梅がおかしいからこうなっちゃうんですよ。こうなんか固定されててこういけない、こうなっちゃう。ああ、うん、このスープがとっても美味しい。麺はね、うん、ちょっと細めの縮れ麺みたいな、うん、まあ、中太、ちょうどいいかな。炙りチャーシューもいい味出してんな、うん、俺さ、動画さ、途中から見た人さ、うん、あれフランスじゃなかったのかよってなりそうだよフランスにもこんな美味しいラーメン屋さんがあるとはね、うん、うん、なんかね、山椒っぽい麻婆豆腐の山椒みたいなスパイスの味がするんだよね、うん、だ、担々麺っぽいのすごい味が。こちらとにかく煮干しだわ、なんか煮干しだしの、これタイだ、タイが乗ってるわ。あ、ほんとが、うん、わ、柔らか、それはイワシだな。あ、イワシ、全体的に魚もお肉もとっても柔らかくて食べやすい。じゃあ、もうラストスープいただきます。完食会員、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ですね。いや、素晴らしい、フランスでこんな日本の味が食べれるなんて、はい、あ、あれ、あ、社長あ、社長さん、あ、さっき全然社長さんと知らずに、あ、こんにちはってGood! ありがとうございます。デリシャス。ありがとう、ありがとう。セボン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 。美味しかったです。美味しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、おう。そう。オッケー。おう、ブロークン。ありがとうございました。ごちそうさまでした。みんなも来てねー。さ、ラーメンも食べ終わったところで、次は、あのかの有名な宮殿に行きたいと思います。まさかあの宮殿の一番高いスイートルームとか、あの宮殿の中を貸し切りで見ちゃうとか、お楽しみに。はい、ベルサイ流噛んじゃった、これを使ってください、噛んじゃった、はい、いきます、2テイク目。はい、ベルサイユ宮殿前着きました。すごい広さね、このロビーっていうか、もやすかな、これなんつうんだろう、このね、もう門のところ広さがすごくて、でルイ14世のめちゃくちゃでかい銅像がありますね、馬乗ってます。で、この後宮殿の中も見るんですけど、なんとね、貸し切りで宮殿内を撮影もさせていただきます。これめっちゃ貴重、プラスそれなんで貸し切りにできるかっていうと、一番いいスイートルーム買いました。だ、ベルサイユ宮殿の一番いいスイートルームですよ、もうホテルのね、それなんと一泊、わー、277万円100万円とだいぶ響き違うよな、信じらんないもんそういう楽しみもあるんで行きましょう。はい、行きましょう大丈夫かなわー、ルイ14世でかいな、すげえ。じゃあ門をくぐっていきましょう。はい、ね、行ってきます。行ってきます。
中入ったんですけど、すごいっすね、これ。広すぎる。すごい。うわぁ、すごい。中も見れんだ、これ。こんなとこに住んでみてぇわ。これが全部ベルサイユ宮殿なの？そうなんじゃない？ベルサイユ。宮殿。後ずさりしてます。自撮りなんで。じいさんが入ろうとしてましたね、今ね。うわ、なんかすごいな。触ったら痺れるとかないよな。何してんの？うわぁ。やばい。不法侵入者です。うわぁ。すごい。覗きたくなっちゃうね、これは。ちょっとすげえよ、マジで CG みたい、うん、マジ CG です、これ。金ピカだよ。あー、うわー、でけえ。おしゃれやな。いやベルサイユ宮殿の庭園、花畑ですね。素晴らしいです。やばいな、これ。超整備されてる。見に行きましょう。行きましょう。めちゃ暑い。すごい綺麗。めちゃくちゃ綺麗なんやけど。すごい綺麗に手入れされてる。とんがりコーンみたいなのがいっぱいある。そう、とんがりコーン。キノコの山じゃなくて、なんだっけあれ、タケノコの里がいっぱいある。綺麗にカットされてる。すげえ。すごいすごい。うわぁ、うん、うがうが。ちょっと見よう。うわ、でかっ。うわ、ミステリーサークルじゃん。うわ、ミステリーサークルみたいなのがあるよ。何これ。やばい、いやいや、見てください。とんでもねえ庭園。なんじゃこれ。手入れしちゃう。手入れしてる人がいるのよ、その真下のところに。それではベルサイユ宮殿内をなんかこのカートで回れるそうなんで、ちょっと運転していただいて回りたいと思います。行きましょう。はいはいはい、じゃあ行ってきまーす。どうお願いします。おー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 おお、行ってきまーす。すごい気持ちいいじゃん。あー、確かに風が気持ちいいじゃん。風がすごいある。うわー、気持ちいい。いやー、これは涼しい、はい、ねえ、どうしてこんなに涼しいの？はい、すごい。うわぁ。うわぁ。うわ、うわ、広いなぁ。うわ、おぉ。すごいすごいすごい。庭園が。いや、いい景色だねー。すごい。うわぁ。いろんな人が。うわぁ。うわぁ。うわぁ。両面壁。草の壁。王様はこうやってたのかな。捕まってる捕まってる、俺に捕まってるんだよ。落ちそうなんだよ。犠牲にしないで、息子を引きずり落とさないで。だって無理だ、全然うまく取れてねえんだよ。俺が持ってっちゃう。ひたすら壁やね。まっすぐだ。曲がる曲がる。あー、カーブした、カーブした。うわ、すごいよ、もうほら迷路迷路。あっ、うわっ、すごいすごいよ、景色がほら。うわー、綺麗だね。すごい、うん、うわぁ、木が、木々が綺麗。ふぅ。ていうか、広すぎじゃね？これ帰れるかってぐらい遠くまで来てる。いやぁ、王族の庭はこんなにも広いのか。運河だ。うわっ。さあ、運河、運河。ほら、運河にドボンだ。運河が見えました。すごいね、これ。でかさ、奥行き。うわぁ、そっか、あれが宮殿か。うわぁ、今奥の方まで来たんですけど。あ、宮殿の裏側ってことですか。あ、宮殿見えますね、遠くに。うわぁ、でけぇ、敷地でかすぎ。すごい敷地だね、これ。案外みんな歩いてる。一つの市ぐらいある。ベルサイユ
宮殿がダメか。うーい、帰ってきましたイエーイいやあ、すごかったですね。すごかった。もう、あと一歩で振り落とされるところでしたね広大な土地だ。楽しかった。すごかった。乗ってよかったね、うん、ありがとうございました。いよいよベルサイユ宮殿の中行きます。 Go! Thank you! Hello! After you! うお、すげえ。すげえよ。マジすげえ、響く。マジですごいぞ。めっちゃ響く声。うわぁ、バリに来ちゃったよ。すげえ。うわ、すごい。うわラスボスの部屋だ。うわなんじゃこりゃ。すっげえ。オーマイガーネス。この絵、あれこれ見たことない、なんかこれ。このでかさよ。やばすぎだろこれ。ねえ。とかで、牛じゃなくて、あの、本物。Religious Christians。すげえ。すごい。すごい。すごい。書かれたやつ。16th century 今2030だから、500年前ぐらい。500年前。すごい。天井。そうだよ、そうだよ、天井だよ。天井がやばい。うわ。ヘブンだけ分かりました。天国。ルイ14世の時に一番最初にできたらしいんですが、まあ、その後、まあ、ルイ15世になった時に、まあ、デコレーションがすごく完成されたらしくて。え、これ本当に昔になんか描いた絵みたいな感じだった。え、マジですか。すげえ。チャペル、あ、結婚式。うわー、ここで結婚式あげるの。うわ、金ピカだ。へえ。うわ、あ、こっち。うわ、すっげえ。何これ、やばいじゃん。Every day. And Louis XIV would be there. You see. マジでこれ CG にしか見えねえ。上からね。いや。どうやって描いたんだこの絵。これはどうやって天井の絵描いたんですか。まず普通にこれ描いて、それ上貼るらしいんです。これ。あ、そうなんだ。どうりで。絶対描けないもんね。はい。へえ。やばいっすよこれ。来てよかったな。おお。お偉いさんがいっぱいいるな。サロンデベネス、めちゃめちゃでかい。あ、さっきあの門の入り口にいた。ナポレオンみたいのがいるけど。なんかマリー・アントワネットじゃないだろうね。マリー、いや違う、マリー・レクゼエンスか。どうでしょう。No。 No。 Nearly。 あ、近い。はい。It's the one before Marie Leczinska. Marie Leczinska. ちなみにこれはナポレオンではない。Yes, it's true. え、ナポレオン？ナポレオンっぽいのは。It's not the one. No, ナポレオン。レジオンセ。Much later. Imitate. Yes, exactly. ナポレオンが真似したそうです。え、ああ。Well, in a way, yes. ナポレオンパクってたの？パクゲーム。ええ。ルイ14世がすごいね。見たことない厚みのベッドがあるんだけど、登れねえぞこれ。ああ、うちのベッドの2倍高いんだけど。どうしたんなん高くしたの。偉いから、高いところに。高いイコールゴージャスだから。ゴージャスだわ。
ここは王様がいた部屋ということで、うん、王様イコールルイ14世がここでダン真っ赤だよ。すごいな。じゃあね、ここで堂々といて、いろんな人が来てたわけですね。はえ、かっこいい。やった、太陽側に来た。この人ごついな。この人好き。聞いてみよう。なんだろう、ごつい。絶景樹の葉をかぶっている。この人はパワー系だよな。この人誰ですか？ちょっとうちのじいちゃんっぽくてね、うん、じいちゃん違うけど、多分いい人だ。この人は皇帝のどれかの一人だそうです。多分、過去多分。あの頭がちょっとすごい、すごい。見てこれ、奥行きがすげえの。ズドーン、うわー、シャンデリアが 1,2,3,4,5,6,7,8,9 で数えきれません。すごい。これすごいわ。うわ、景色がなんつう景色なんだ。王族ってのは本当にすごいな。水平線というか、もう山がないから。いや、ここでうまいもん食ってもう最高です。いや、すごい、かっこいいわ本当に。 こんなところにね、え、今の大スターとかっていうレベルじゃねえんだよ。内側だこれ。ルイ14世が亡くなった時のお知らせをしたのがそこのところのバルコニー。すべてを紹介できないくらいのボリュームでした。And thank you for your enthusiasm. They say, oh, it's beautiful. And that's nice. I can see. Thank you. Thank you. Thank you very much. Yeah. Ah. すごかった。よかった。来てよかった。すごかった。すごかった。いよいよこの後はホテルのショースイートルーム行っちゃいたいと思います。はい、ベルサイユ宮殿の中のね、あのホテル入り口着きました。今回一番いい部屋借りてて、ちょっとなんか VIP って感じらしいんで、どんな感じなのか行ってみましょう。行きます。入っていいのかな我々が。もう高級すぎてちょっと大丈夫かな、ね、大丈夫かな。ちょっと英語もフランス語も喋れないから。ちょっと大丈夫かな。ちょっと心配。すごすぎて。部屋が楽しみですね。ちょっとお城貴族の家だ。うわ、すげえ。わあ、やばい。すごいすごいすごい。これあの観光でさらって来れるとこじゃないの。お部屋を借りたから入って。こんなすごいところに。そう、一泊が3桁はるかに超えてますから。はい。すみません。金ピカだ。ちょっと恐縮します。こちらのホテルはル・グラン・コントロール。ベルサイユ宮殿の敷地内に1681年の歴史的建造物を利用したスイートを含む14室のロマンチックな宮殿ホテル。うわ、See you later. うわ、ちょっとこれから部屋行くんですけど、すごい最高級スイートですよ。お、なんかこうなっちゃう。かしがってる。うわ、すげえ。マジですごいよ。ここは休憩所みたいなとこですかね。103。103。うわー、すげえ。うわー、Thank you。やっべー、やべー、すげえ。見てこっち、映画のワンシーンじゃん。あ、うわ、あ、それもなんかウェルカムシャンパンがある。うわー。
我が輩の部屋だって感じ。すごい。これが一泊277万円。わお。わおじゃねえよ。パン。やばすぎだよな。あ、なんかフルーツそれ。あ、これ本物か。え？あ、なんかめっちゃいい香りすると思ったの。飾りじゃないんだ。飾りじゃない。お、ほらドンペリだよ、ドンペリ。パリのドンペリ。あとで飲みますかね。そうだね。うわー。あ、すごい。庭園が見える。すげえ。ママ、ママ、ベッドだよ。うわ、これ初めて見たよ、これ。あ、よくあの映画で見る。これ。あのベッド。女王様が寝る。え、すげえ。え、何これ。え、まさかもらえる？いや、まあ、違う。すぐ欲しくなっちゃう。え、なんかでもあげる羊羹すごくない？あ、まあ、まあ後で聞いてみよう。はあ、外がさ、見て。うわ。あ、すごい庭。庭園だよ。さっき右上から見たとこだね。あっちから見た。庭園だわ。うわぁ。サクドゥヴォヤージュ。これウィケット。これが、週末用の旅行カバンです。あれなんですね。嬉しい。ということは、これは全部いただける。プレゼント。バーイ。サンキュー。やったじゃん。ほら、はい。ママ。めっちゃいい感じのやつじゃん。これはすごいいいカバンだ。うわぁ。メッシー、すげえ。待って、これ超広いんだけど。わ、お風呂。え、このお風呂はあのなんか映画で見てたことのあるお風呂。こぼしちまいそうだな、水を。周りびしゃびしゃにしてしまう。すげえ。うわ。で、あ、シャワーもある。シャワールームもある。バスタブとシャワールーム。はい、シャワールームもある。まだある。あ、うわ、これで一周だ。あ、いいや。ちょっとレベルがちげえわ。すげえ。Wi-Fi あるかな？ Wi-Fi。これ、タンスがカーテンだよ。どういうこと？あんま触るなよって話だよね。はい、ここ。あれ？タンスかしらと思ったら、ここ開けると、はい。これは飲み放題ということで、めちゃめちゃなんかスパークリングウォーターみたいなのがとかジュースとかありますね。すごいね。で、この扉なんだけどさ、うんうん、母ちゃんのためにこっちも借りたから。ほら、あ、二重扉。あ、すごい、音が抜けなくなってる。なんかね、お母様ということで、よかったら隣もってことで、どうですかってことで、ほら、わ、涼しい。はい。こっちも追加で借りたので、別料金です。こっちが確か40何万ぐらいで、2部屋合計で327万です。わーん、働こう。ありがとう。だから、こっちで寝てもいいし、うん、俺、いびきうるさかったら寝れないとかあるでしょ。うん、ここで寝てもいい。それか、まあ、あっちのいい方で寝ていいよ。俺、こっちで寝るから。はい。ありがとう。うん、世界一この拍手が似合うな。はい、というわけで、日も落ちてきたので、この後、このホテルでディナーなんですけど、ドレスコードあるんですよ。実は準備してきてました。ちゃんと。それじゃあ行きます。ドレスコードに変身！キラン！はい。拍手はできないんだけど、拍手してください。はい。東京でちゃんと衣装としてね、揃えてきました。というわけで、我々が本当に入っていいエリアなのか分かりませんが、ちょっと不安です。ベルサイユ宮殿ディナー行ってきます。いや、もう最初で最後だぞ。本当に最初で最後。ママこれ大丈夫かとんでもないレストランっていうか、あのディナーの部屋の一番奥の個室、大丈夫かこれ。まあ、なんとかなるでしょう。食べるだけやから、うん、緊張してきた。どういう味が好きなの？
いや、あの、あんまり、あの、なんていうの、ちょっと気持ち甘口。いや、多分、いいやつは、そんなアルコールギンギンに効いてないから。一番いいやつで言ってみよう。いくら、いくらか分かんないけど。ちょっと見る。あ、すいません。大丈夫、ボトルじゃねえから。字が分からないので、ちょっと見ても字は分からない。もう、ワイン頼むなんてビビってます。一番いいやつで、ちょっと生きていこうかなと思って。いやもう行こうよ、生きり倒していこうよ。私は別にいいけど大丈夫なの？ OK、 任せて、生きり倒して、俺の生きりを見ててくれよ。英語で言ってみよう。ちょっとさ大丈夫です、大丈夫、大丈夫。そもそももう宿泊費が高いから、そこでケチったらもうもったいない。いいもの飲まないと、ここ来たんだから。今通訳さんが、え、こんなグラスワインで高いの上がりに、オーマイガー、99ユーロ、あ、びっくりした、99ユーロってことですよね。グラスでいくらですか。いや、1、あ、よかった、びっくりした、グラスで99万円かと思ったぜ。大丈夫、グラスだよ。でもほら、OK、 most expensiveRed wine glass and most expensive white wine glass. Glass. Okay. Thank you. Thank you. 生きちった。大根 et olive. 大根 et le condiment chèvre tomate. Tomate. Bon appétit. Thank you. まあはっきり言って一つも何かわかりませんね。見たことはない。大根って今。まあこれに関してはポッキーですよね、ポッキー。これ何だこれ。揚げたっぽい味がするかな。あとさ、俺さ、これドン引きされるかもしれないけど、何、フォークとナイフのその、これは食べて暗くね、どういうこと、どんどん暗くなってきました。え、結婚のサプライズとかじゃなくて、どういうこと、どうしちゃったの。ここまで暗いんですか。多分ですけど、ジンバステーキの当時の、ああ、こういう暗い中で、こんな雰囲気で、ああいう、ね、衣装だったので、それに当時も、いや、これはもう日本で言ったら停電してろうそくがあったみたいな。え、本当にだって明かりほぼゼロ。もしかして停電したのかと思ってしまう。はい、You have a Merlot vintage 2020. あ、これテイスティング。一番いいやつだからな。はい、テイスティング、こうやって、シャトリオビルポテレ、ヴィンテージ2006、あ、2006年、いただきます。グッド、オッケー。いや、あの渋くて寝かされてる味だな、うん、おお。それではまあまあヒカキン TV YouTube に乾杯、乾杯。うん、Almost an expensive taste. 強いな、なかなか。あ、フランスのパンだな。職人の最高峰の方と作ったバター？パン。パン。これがフランスのパン。お、なんか超しっとりしてる。じゃあ有塩バター使うよ俺。フランスパンだよ。フランスパンではないけど、フランスのパン。いただきます。うまいね。有塩バターはね、塩気がバーン。うまい。外ザクザク、うん、中しっとり。中しっとり。美味しい。わ、ちょっとだけね、ルイ14世の気分に慣れてる気がするわ。うん、こういう感じで、うん、ね、食べてたのかもしれないから。確かに暗いイメージはあるよね。やっぱでもフランスでいて幼少期からパン食べてたらやっぱ、うん、でもフランス生まれでもね、すごいいい人生だった気がするね。うん、やっぱ日本は大好きだし、けどね。スモーク。え、これな、海藻じゃん。貝だな、これ。あ、だからだ。アサリみたいなやつだ。エビオが来ました。じゃあ、いただきますね。エビ、いただきます。お、うん、カニ味噌みたいな感じですね。カニ味噌みたいな、うん、またスモーキーな感じするよね、うん、やっぱフレンチはすごいっすね、世界三大料理。うん、あ、美味しいです、うんうん、
下ビラメのムニエルですかね。にキャビアを添えて。割としっかりしてるっていうか。いただきます。食べやすい味してるね。うんうん、今のところ全部やっぱ優しい感じだね。うんうん、味がね。フランスに来てから全部うまい。うん、全部うまいし、うんうん、僕なんか韓国が結構料理美味しかったんで、ああ住めるわって思ったんだけど、フランスはね全然住めるわ。もう気候もいいし、うん、ご飯も全部美味しいし、パンもうまいし、ね。ほら、すぐ日本食恋しくなるじゃん。うん、フランスなら俺結構生きていけるな、うん、マジで。朝食のパンも美味しかったね。うん。うん、日本人の口に合う味なんだよな。うん、あれ俺鴨肉デビューかもしんない。いや実はね、あのほら蕎麦とかあんじゃん、なんかうどんとか鴨蕎麦みたいな。そうでもなんとなくさ、ちっちゃい時から鴨とか食べないからさ、だってあんまり鴨って不安でそうだ、避けてきてたんだけど、でもメインで出てくるってことは母ちゃんも言ったから、うん、癖ないね。あ、こんな癖ないんだ鴨って。へえ、ありがとう鴨さん、デビューできたわ俺。冷めちゃう、デザート。デザートいただきましょうか。いただきます。はい、桃。あ、なんか焼いた桃みたいな湯気出せよ、桃から。いただきます。甘い、食べたことない味だね。温めるから、うん、甘くなる。いや、じゃあデザートまでね、これ堪能して、うん、寝る時間なくなるから、うん、部屋帰って寝ますかね、うん、最初から最後まで全部うまかったですね。これが本場フレンチ、うん、美味しかったです。いや最高。今最後のデザートまで食べ尽くしたんですけど、いや本当にここ来たの8時45分でしょ。あ、3時間。なんかね、ゆっくり食べるのがもう礼儀っていうかマナーって聞いてて、3時間満腹だい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ママお腹がはち切れそうだよ。ぐわーん、お腹いっぱい。寝よ う、ママ。いやー、おねむだよママ。おね、おねむ、おね、おね、ママ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 、もうね、やばい。はい、はい、おやすみなさい。おやすみなさい。あ、さよならスイートルーム。さよならスイートルーム。300万。朝だ。おはようございます。二日目。はーい。ということで、フランス・パリの旅、二日目です。もうお別れだよ、ここ。そんなにゆっくりして寝る時間がなかったの。さよならスイート。まあ。泊まれたということで。でもすごい、よかった。ね。素晴らしいホテルでした。ほんと一晩でしたけど。それじゃあ、行ってきましょう。行ってきます。ここシャンゼリーゼ通りってとこなんですけど、凱旋も見えてきた。超でけえ。すごい。思ってた5倍ぐらいでけえぞ。おい、来たら、あー、こんくらいちっちゃいんすねじゃなくて、超でかい。ええてか上に人立ってねえ。いや、落っこちそう。これ人だよ、ほら。あ、アリンコみたいなちっちゃさ。いや、怖くないのかね、あんな。50メートルあるんだって。あー、やべえ。うわーやべえ。イエーイ、バリに来ちゃったよ。バリに来ちゃったよ。これ本物。バリに来ちゃったよ。バリに来ちゃったよ。バリに来ちゃったよ。凱旋門バリに来ちゃったよ。マジでバリやった。でけえよ。もう写真撮る人の量すごすぎてね。エッフェル塔も人いっぱいいたけど、一番いっぱいいるかも。すごい観光客だ、ね、ちょっと間近まで行ってみよう、うん、ね。
これ今下の坑道みたいなところを通って近くに出ると。目の前だこれ。すごいすごいすごい。出たらこれよ。超広角レンズでも画角に入らねえ。いやこれはね、ちょっとね、でかすぎて怖いね。もうなんかすごい、思ったより大きかった。超でかいやん。30年かけて作られたんだって。すごいね。やっべ、これさ、凱旋門ってさ、全部の方向にさ、隙間あるんだね。前後だけかと思ったら、ほら前全部四つ足みたいになってんだ。すげえ。ほんとすごい、真ん前だ、真ん前。あ、GoPro だと入るぞこれ。見て、ほらこれほら、ハイチーズ。あー、真ん中入った。すげえ。もう一回やっとこ。ヒエバリン来ちゃったよ、バリン来ちゃったよ、バリン来ちゃったよ、ガチでバリン来ちゃったよ、凱旋門バリン来ちゃったよ、バリン来ちゃったよ、パーレッツフランスパリ最高。いやー超雨降ってきた。あー来ちゃいました。結構寒い。ラッキー、よかった、ギリギリで凱旋門は雨降らず見れたよ。危ねー。まあまあよかったね。あーよかった、生きてるうちに来れた。はい、それじゃあラーメン屋向かいます。え、またラーメン？ラーメン。でも好きだから。はい、いいよ、はいはい。もうあの人なんてもう段ボール被っちゃってっから。雨。ほら雨で段ボールお姉さん。日本じゃちょっとありえない。今ですね、あ、ラーメン屋着きました。この青いやつ。これラーメン屋。これラーメン屋です。これでラーメン屋なの？はい、ラーメン屋です。もうパリですよ、ほら。おしゃれな。これ。スイーツ店かと思った。これ、入りましょう。はい。屋台ラーメンです。はい。すごい雰囲気じゃん。屋台じゃん、屋台。ほら。おー、屋台ラーメン。屋台ラーメン。あ、ボンジュール。ラーメンシグネチャー。あ、ドゥ。アンドゥ、ドゥ、ドゥ、ドゥ。ドリンク。コーク、ワン。オッケー。あ、カモン。水があれば。大苦戦したぜ。なんとか注文できました。スープは豚骨と本日のスープから選択が可能。麺はオーガニックの自家製麺。なんとこのラーメン日本円で約6,000円。わーお、高級。はい。おお、うわ、いい香り。Thank you。うわー。あ、美味しそう。あ、Thank you。Thank you。これちょっと待って、これすごいぞ。トリュフとフォアグラも乗ってるって。
和牛、赤身、えのき、味玉、うん、もうトリュフの香りがプワー、食べましょう。ラーメンにトリュフが入ってるなんて初めてです、ね、いただきまーす。いただきまーす。じゃあスープからいただきますかね、はいはい、スープからね、いただきましょう、はい、スープは結構あっさりしてそうな、はい、サラサラしてそう、はい、あー、おー、うんうんうん、全然あっさりだね、うん、あっさりだけど、これなんていう味だろう、これ豚骨っぽいのかな、うんうん、豚骨ベースというかね、豚骨だね、これ完全に、うん、あっさりした、うんうん、美味しい。じゃあ麺も、うん、麺は細麺ですね、豚骨ラーメン風の、あー、うん、いただきます。好きだわ、いただきます。よし、うん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 、ね、うん、なんかね、かなり小麦感じる、しっかりとした麺だね、うんうん、味はやっぱり日本に近いかな、ちょっと。でもこれ6000円ですそれはトリュフとか乗ってるからね。だからだ、トリュフいただきます。うん、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 あうん、うん、合うんだね、合うんだね、トリュフって、うん、ラーメンに、うん、和牛食べようよ、和牛、うん、これはすげえわ、わあ、うん、あ、すごい、じゃあでも和牛なんて贅沢な、いただきまーす、はい、また明日から頑張りましょうね、頑張りましょう、帰ってから頑張りましょうね、はい、いただきます。うん、うん、柔らかい、ラーメンってこんな真っ赤な和牛で合うんだ、普通にチャーシュー食べてる感じだね、美味しい、肉が溶けますね、うん、あ、美味しい。俺もっと超でかいのが来るのかと思ったら、うん、普通に日本でもあのペロッと食べられるぐらいの量ですね、うん、うまっ。そのさ、最初さ、うん、えのきも鍋みたいにさ、シャキッとしてたのがさ、うんうん、あの鍋煮込んだみたいな、だんだんなってくる、うん、麺かえのきか分かんないの、もうこの、はい、味玉、いただきます、はい、うん、うん、美味しい、ちゃんと味染みてるわ。もうトリュフ全部食べちゃったのかな、私。あら、あげるよ、見当たらない、はい、トリュフあげるよ、はい、トリュフ普段食べないから息子からトリュフを盗んでいきましたスープにトリュフの味が染み出てる、うん、マジで、うん、高級ですな、うん、これはパリの人たちは来るわ、うん、これは美味しいわ、来るわけだわ、うん、うまい、うん、ペロッといけそう、よかった、うん、美味しいから、スープまで行くんだよ、うん、決まりなんだよ、これヒカキン TV の。じゃあラスト、うん、飲み干し、ゴー、うん、ああ、はい、美味しかった、美味しかったね、完食会、イエーイ、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした。いや、うまかったな、うん、ね、で、次は僕の大好きな LV、 フランスパリはなんとルイ・ヴィトンの本店があります。行きましょう、ありがとう、どうしよう、俺別にまだ何も買うとか言ってないけど行きましょう、行きましょう、はい、 LV 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 LV、 フランスパリ本店来ました。予算が心配、大丈夫、うん、まあ物によるけど、まあ、まず行ってみようか。で、あの、中はね、撮影できないんですけど、ちょっと声をお届けしたいと思います。じゃあ行ってきます、行ってきます、よーし。こんな混んでるんだ、すごい、そうですね、いや、すごい、うわ、これがワールドワイドのお金持ちたちか格の違う人がいっぱいいると思う、すごいね、うん、
このグリーンの素敵だね。緑が好きなのね。深いエメラルドグリーンのすごい好きで。ほらバッグ欲しいって言ってたじゃん、なんか、うんうん、ね、1個ぐらい、うん、1個ぐらいほら、うん、バッグ、いやー、そんなあの無理に買わなくてもいいから。あ、そう、いやいやいや、せっかく来たんだからさ、うん、バッグぐらい1個ぐらいさ、うん、じゃあさ、うん、バッグにしましょう、バッグ、うん、本当にいいの？いいよ、うん、パリまで来てんですから。ありがとうね、ありがとう、うん、感謝します、ありがとう。あ、ネックレスとかさ、うん、ジュエリーは大丈夫？いや、そんなとこまでいい、全然全然、もう十分十分、ありがとう。バッグ買ったぜ。ありがとうございます、念願の。ありがとう。じゃあホテル行きましょうか、はい、なんと、はい、ホテルもルイ・ヴィトンのホテルです。そんな、はい、思い出思い出、申し訳ない、ありがとう、ありがとうございます。行きましょう。よいしょ。あ、なんかね、裏はね、ルイ・ヴィトン本社らしいです。すごいね、本社ここが。で、ホテルそっちなんで、ちょっと行きますか。よし、楽しみだな。ホテルがね、こちらです。シュバルブランパリ。わー、あのルイ・ヴィトンの親会社の LVMH が運営してるホテルということは、もうルイ・ヴィトンホテルみたいなもんですから、行きましょう。行ってきます。ありがとうございます。どんな部屋なんだろうね。ね、よし、今入ったんですけど、すごいホテルです。わー、すごいです。ね、これがロイ・ヴィトン。うわー、こんな感じなんだね。すごい。いや、一生に一度しか泊まれるか泊まれないかのホテルです。俺もそうです。もう泊まれないかもしれないです。はい。ルイ・ヴィトン置いてあるね、やっぱり。はい、はい、今僕らのお部屋に到着したんですけど、605号室どうぞ。あ、初めて入るからね。いきます、ゴー。うわー、すごい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 、うわー、やべーじゃん。うわ、広い。うわー、すげえ、エッフェル塔見えるし、やべえ、住みてえ。うわうわ、 CG 見てえじゃん、街が。なんか映画のワンシーンみたいな。え、チョコレートとかあるじゃん。すごい。うわ、すごい。やっぱこれでしょ。やっぱこれ団子？団子じゃないよ。じゃあ俺これね。はい、じゃあいただきます。あ、柔らかい、これ。うわ、うん、そんなに甘くなくて柔らかくて美味しい。やべえ、これうますぎる、うん、これもなんかね、なんかね、団子みたいな、なんだけど食べたことない味。団子じゃねえかよ。美味しい。これチョコだよな。え、これチョコだよな。ほら、火じゃないのそれ。いや、だってほらガタガタしてんだもん。じゃあ、はい、食べてみ。ほら、はい、俺もじゃあこの尻尾のところ食べて。多分木じゃない。いただきます。うん、ああ、木の板を食べさせられるのかと思いました。もしこれが高い木のオブジェだったら我々は終わってましたね。チョコでした。ふっ、うめ。さあ、このホテルの冷蔵庫は見てみましょう。冷蔵庫なんだ。多分冷蔵庫、キャラメルとかもあんな。ちょっと食べちゃおうかな、もう。本当にもうキャラメル、うまっ、うまっ、このキャラメル。いきます、冷蔵庫オープン。
おおおおおおおすごい、いろんなものが入ってる。なんでいいのかな、これ。あとで飲もう。このガラスなんだ、うわ、ワインセラーだ。それもワインきっちり入って、どんぶりとか入ってるけど。ママ、これは追加料金かもしんないから怖くて飲めないよ、ママ。飲めない、飲めない。怖い、怖い、怖い。やめとこ。ただだったらすごいもったいないけど、やめとこ、とりあえず。こっちが寝室になってんじゃん、ほら。え、あ、うわ、やべえ、なんじゃこりゃ。おい、おい、広っ。え、なんだこれ。クローゼットもある。めちゃめちゃクローゼットの中迷路。あ、これ玄関じゃん。あ、戻るんだ、くるっと回して。うわ、すげえマンションだわ。マンションって感じだよね。超高級マンション。って感じ。やべえ。あ、すげえじゃん、セーヌ川じゃん、目の前。え、ほら、そりゃそうだよね、さっき入ってきたんだもんね。すごい景色。ただ、ちょうど6階だと景色が。これ、全面ガラス張りだから。やば。素晴らしい景色だ。で、こちらのお部屋の一泊のお値段。わーん !160 万円。ただ、ただ、なんとですね、この部屋で上から3番目の部屋なんですよ。これで、あの、たまたま、はい、もう泊まってる方がいると。で、今回3番目なんだけど、聞いてみたのよ。ちなみにあの1番の部屋って、いくらなんですかつって。え ?4 万ユーロって言われて。まあ日本円にすると、1泊、うん、わぁ、640万円。わぁ、他の国も旅行行けちゃうってことでね。逆にちょっとほっとしましたよね。はい。さすがにそんな。さすがにちょっと。無理無理無理、そんな。半日いて640万みたいな。そう、いや、逆にほっとしましたよね。たまたま、たまたまご縁がなかったんだけど、そんなところに泊まってる方もいるってことです。すごいです。はい、十分ですよ、こんな素晴らしいお部屋泊まらせていただいて、はい、ありがとうございます。でもね、もういらない、もういい、そんなにいっぱい、そんなにいっぱい行かなくていいから、つって、ね、せっかく来たのに、でもやっぱ1個は買わないとね、もったいないですから、ね、どうぞ。いや、ありがとう。じゃ、初めてだね、でもバッグ買う。私はルイ・ヴィトンを持つのが初めてです。逆に今まで買ってなくてすいませんね。いえいえいえ、はい、とんでもないです。ふれ、わー、すごい、初ルイ・ヴィトンでございます。62歳でデビュー。ふぅー、いえ、こちらこそありがとうございます。今までの私がなんかすごい使いやすそうだったんで、ちょうどいい大きさで、軽くて柔らかくて、よかったですね。使いやすそうだから、じゃこれでこう 手に通すと、はい、よーし、こんな感じでしょうか。よかったね、ありがとうございます。じゃあこの後はまた着替えてディナーですかね。そう、これ僕言い忘れてたんですけど、ここのホテル5つ星のなんかまた上みたいなとこらしくて、何それ。で、今日食べるディナーのレストランというか、うん、三つ星レストラン初めてかも。そんな高級なレストランに入ったことがないので、ちょっと緊張します。浮くかもしれないけどね、もうチャレンジで行ってみよう、マジで。もう一生いけないから、もう最初で最後ですこれ、はい、最初で最後です。せーの、おめかしポン。うーん、あー、持ってる持ってる、早速張り切って。せっかく買っていただいたので。やっぱでもすごいね、ルイ・ヴィトンってなんか変わる。変わる。マジで。こんなの持ったことがないので、ちょっと緊張します。背伸びをしてます。かなり背伸びしてるので。はい、こんな感じです。ってことで、三つ星レストランの方に行きましょう。フォークとナイフのマナーがあまりわからない僕らが入っていいのかわかりませんが。大変緊張しております。はい、行ってきます。行ってきます。はい。三つ星レストラン到着しました。ルドワイアンというお店だそうです。あれのパリオパビオンルドワイアン、あのナポレオンが愛した
超有名三つ星レストランです。特別に開店前のキッチンを撮影させていただきました。ちょっとマジで姿勢よく行こうね。緊張しています。はい、行きましょう。三つ星レストランの証が書かれてる。すごい、すごい、すげえ。大丈夫でしょうか。はい、Most expensive white wine glass. Most expensive red wine glass. Nice、白ワインfor you and nice 赤ワインfor you. Yeah. はい。はい。Nice Japanese. 俺はやってやったんだ。34歳。値段を見ないで。三つ星レストランで。グラス、最もいいやつ。よし、もう俺は悔いはない。大丈夫ですか？怖かった。怖いよ。乾杯。いやー、本当はそっちも飲み合いっこしたいけど、そういうのやめましょうね。はい、やめましょう。そういうのやっちゃダメですからね。はい、いただきます。いただきます。はい、落ち着かないけど美味しいね。まあまあ。うわ、すげー、すごく綺麗。なんか森だ、森、お花畑みたいで。これだって何種類の野菜使われてるんだ。これ芸術だ。いただきまーちゅ。いただきまーちゅ。出禁になんないかな、これ。はい、やります。食べましょう。いただきます。はい。いや、これちょっとどうやって食べたらいいか分かんねえや。ちょっとこのジュレをちょっとつけていただいてみます。はい、はい、いただきます。うん、なんか甘いような苦いような、いろんな味が、あのトマト、うめえ、うめえとか言っちゃダメですよ。いちじくが美味しかった。美味しいです。うん、うお、前菜のパンの手さばきがすごい。うわ、いただきます。うん、ふわふわ。人生ナンバーワンパン。うん、うわ、魚、お魚料理が来ました。お、うわ、やっぱ緑なんだ、すごい。スズキのブルデュエットソース添え。うわ、これさ、ホタテかよってぐらい、あの柔らかいよ、あの魚。いきます。まあバジルっぽい感じですかね。うん、そんな感じです。似てると言ったら、うん、もうあの溶けるぐらい魚柔らかくなってる、うん、白身魚でとてもあっさりしてて美味しいです、ね、火加減とかもなんかちょうどいい、うん、あの火通り過ぎてない感じ、うん、うまい、うん、お、メルシー。お、これはアンチョビソースかなんかだな。
か。さあ外れてるかな。おー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 、どうやって食べればいいんだ。すいません、スプーンかもしれない。いただきます。おお、あ、なんかね、シーフードシチューのめっちゃうまいやつって感じ。そのだしがパンに染み込んでてすごく美味しいです。あ、メインディッシュだ。うわ、え、切るも何も、え、切るも何も、え、ほぐれちまったぜ。切る必要がねえだと。一応切りますけど、うわ、もうぷにょぷにょです。これはすいません、表現がもう幼稚で、うわ、すいません、ほぐれちゃってもうとろとろだよこれ。いただきます。うわ、レベチってやつですねこれ。多分このレストランでレベチって言ったのは僕が多分最初です。これレベルがちょっとやばいですね。違う、すっごい柔らかいしジューシーだし、ソースも美味しいし、もう完璧。それではいただきます。眉毛が上がりましたね今。とっても柔らかくて、ね、お魚はさっぱりしてるんですけど、おソースがすごい濃厚で美味しいです。あら、うん、あ、なんかとっても食べやすくて、味は柔らかい感じで全体的に、いや、美味しいね、うん、本当に。うわ、なんだこれ、すごい。なんだこれ、もう僕らには理解しがたいスイーツですね、デザート。あ、ただ甘いのではなくて酸味がある。酸味がありますよね、甘酸っぱい感じで、まるでフレンチトーストのね、に甘酸っぱいソースとホイップっていうかクリームかけてる感じ。お、上品な味だ。うわ、ふわふわじゃん。柔らかい。わ、あ、うわ、すごい。なんだこれ。もう中がすごいいろんな層が連なって。うわ、うん、美味しいじゃん。あんまり甘くなくて。うん。美味しい。中にアイス入ってんだこれ。うん。ビネが酸っぱい。美味しい。なんと言っていいんでしょう。というわけで、三つ星レストラン堪能させていただきました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでーす。いやー、涼しいな、部屋。いやあれ？あれ？まあまあ、バックでも置いて。どうぞどうぞどうぞ。いやー、まだ終わらないんですよ。これも実は部屋に準備しておいてくださいということで。サプライズです。そう、本当にありがとう。もう十分していただいたのでもう、そんなにこの旅はまだまだ終わらないので、じゃあちょっとこれよかったら開けてみてよ。これ開けさせていただきます。うい、うわー、これやばいっしょ。ルイ・ヴィトンの、ルイ・ヴィトンのケーキ、ケーキ、じゃあこっちも、こっちもせっかくなんで。あー、うわ
すごいしょ。これも食べて寝ましょう。いやー、ね、すごい、ありがとう。すごい。好きな方でいいよ。こっちかな。おお、いいよ、どうぞどうぞ。カットします。うわ、中どうなってんの？中じゃちょっと。あら、うわ、ふわふわじゃん。どういうこと？ちょっとあの、うわうまく切れませんでした。倒れてしまう。めちゃくちゃ美味しそうじゃん。うわ。ほら。はい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 。本当だ。やばい。なかなか難易度が。はい、ですが。おわー、しっとりしてるやつだ、これ。とろけてきてるし、上のチョコソースが。うわー。とろける。ザクザクしてる。ふわふわとザクザクが。さっきデザート食べてきたのに全然まだまだ美味しい、うん、うまっ、とんでもない、すごい経験をした一日でしたね、これは。本当にいろいろ経験させてもらいました。本当にありがとうございます。いやこんなさ、経験できたのはさ、俺が YouTube をさ、やってきたからじゃん、でさ、でもそれを頑張れてこれたのは母ちゃんのおかげで。そんな私は大して。いやだってさ、あの、誰も YouTube ってまだ分かんない頃にさ、俺 YouTube だけで仕事にするんだわって言ったらさ、頑張ってみればってさ、何も反対しなかったじゃん、だからこうやってパリに来るくらいさ、になれたし、だからそれは母ちゃんのおかげだと思ってるから。いや私こそこんなとこまで連れてきてもらって、本当に頑張って来てくれてありがとう。感謝してます。ありがとう。こちらこそありがとう。ってことで、プレゼントあります。え持ってきます。もう十分いただいたから。いや、持ってきます。いやちょっと、じゃあちょっとケーキは後で食べようか。また後でいただきます。はい、大きい方じゃ。うわ、すごい。何でしょうか。どうぞ。開けさせていただきます。じゃあどうぞ。ネックレス。これはね、ブレスレット。ああ、いやー、ありがとう、すごい。俺してあげるわ。ああ、はい。わあ、すごい。こんな綺麗なブレスレット一つも持ってなかった。いやー、すごい、ありがとう。もう一個ある。え、まだあるの？はい。いや、もう、ありがとうね。受けさせてもらうね、本当に。はい。これです。どうぞ。あー、これさ、今日さ、ボソッとさ、これ見てさ、いいなって言ってたじゃん、買っておいたんです。あら、すごいすごいネックレスだ。してあげる。はい。いや、ありがとう。はい、はい。ちょっと、しゃあ、ほら、どうかな。 あ、いい、ちょうどいい長さ。いいじゃん、めっちゃ似合ってるわ。ありがとう。すごい、この色大好きで。そうでしょ、嬉しい。もう本当にありがとう。申し訳ない。これありがとう。ありがとう。いやありがとう、ありがとう、本当にありがとう。いや、もう本当にありがとう。旅が終わりっぽいけど、まだ半分です。ママ、ねんねだよ、今日も。寝よう、マンマ。はい。え、ちょっと、は？え？どういうこと？何これ？何これ？え？買ってないよ。買ってないよ、俺これ。待って、俺の本名がなんか書いてあるんだけど、ちょっと待って。何これ？じゃ、ちょっと開けてみたら？やべ、半袖だったってことバレちゃった。え？え？嘘でしょ？え？なんで？いや、着とこ。え？え？なんで？え、ちょっとびっくりしすぎて。本当に知らないからさ。なにこれ？え？二つ入ってんだけど。もらっていいの？
俺もう人生に食えねえよ。フランス・パリのルイ・ヴィトンのね、本拠地のこのホテルでこんなものもらえるなんて。じゃあこの上、いいんですか。やべ、表、うわ。じゃあこちらから。マジですか。いきます、開けます。え、あ、何これ。いきますよ、うん、え、これ、え、おー、なんだこれ。え、キーホルダー的な、なんかスカーフじゃないけど、なんて言えばいいんだろう、うんうん、リュックとかにつけたらおしゃれなやつじゃん。うわ、やべ、一生大切にするわこれ。信じらんねえ。なんか手紙みたいのが。え、ご来店ありがとうございました。ルイ・ヴィトンシャンゼリゼ店よりっていうことで、うん、じゃあ今日行った時にこっそりスタッフに渡してくれたみたいな。何も言われなかったの。なんだろうこれ。ありがとう。なにこれ。シャンパン。シャンパンや。ありがとうございます。ルイ・ヴィトンのシャンパンってこと。あ、多分ね、これね、ルイ・ヴィトングループのシャンパンだね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。生涯 LVということで、おやすみ。おやすみなさい。はい、それでは3日目行きましょう。おはようございます。さよなら、ルイ・ヴィトンホテル。行きましょう。ゴーゴーゴー。さよなら。ディズニーランドパリ来たぞ。わー、イエーイ。パリ来ちゃいました。パリだぜ。もうね、子供たちがもう笑顔で走っております。じゃあ行きましょう。ホテル、これがピンクで可愛いな。わー、すごい、お城みたいだ。時計がミッキーだ。あー、すごい、本当だ。こっからだな。おー、すごい。うわ、すごい、見えてきた。あのほら、お城、お城の色がすごいぞ。すごい。うーわー、すげー、すごい、バーン。うわー、うわ、なんか花火バーンいったよ。うわー、お城ピンクなんよ。これがパリ。はい、耳買いました。買っちゃいました。お城が目の前です。ほら、はいはい、ほらほら、はいはいはい、これはインスタ映えだわ。すごい。すごい綺麗ね。うん、やおー、晴れてきたぜ。よっしゃー、お城来ちゃいました。うわー、かわいいな。すごい綺麗なお城だ。東京は白いもんね。東京って青っぽかったんじゃなかったっけ。白と青みたいな感じだよね。そうそう、こんなピンクじゃなかったと思うんだけど、ね、うん、はー、ほら来て、手振ってる、手振ってる。ミッキー来た、ミッキー来た、ミッキー来た、ミッキーが来たぞ。なんか、うわー、やべー、俺ミッキー、うわー、ミッキーミッキー、うわー、ミッキーよ、ミッキーだ、ミッキーだ、嬉しい、フォト、フォト、ミッキー、イエーイ、ミッキー、わー、
ミッキーはーうわーうわ嬉しいミッキーはーやべーミッキーうわーうわーやーありがとうやったー嬉しいうわやったーミッキー Thank you Thank you Thank you やったありがとうありがとうありがとう Thank you ありがとうミッキーミッキーありがとうありがとう Thank you メルシーメルシーミッキーあ、ありがとうおーあ、治った治ったおーあやった全然動くあやった治っちゃったセンキューあハートしてくれてんのやったこれやばすぎるぜもうねえパリ悔いなしだぜやったありがとうじゃあね頑張るよOK! じゃあねー Thank you! Thank you! じゃあねあっという間でした、はい、やばいねやっぱ夢のようです元気出るねミッキーと握手するとも治ったもんねもう治っちゃった治った気がする、はい、あ治ってるスパイダーマン発見おいでででででスパイダーマンだよこれほらなんかいるんだけど上に危ない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 いるんよここにいやスパイダーマンかなこれいるんよここにああパリのねディズニーランドパリにはスパイダーマンが普通にいるんだあらびっくりだこりゃスパイダーマンうわーじゃねーうーわどっか行ったあれあそうもう僕ママと来ちゃったんですよ日本人の方にお会いできましたお会いできましたどっから来たの、留学イギリスの留学行っててうわお帰りに2人で見たよね大阪ですあ留学はイギリスで2人ともあそうですえわおバイリンガールすごーいえ、初めてですかここえ、もう初めてでフランスも初めてであ、一緒、ピンクのお城が綺麗イエーイイエーイなんかちょっと安心日本人に会えたあれこれ、うんまたもうちょっと一個横のパークでこれがウォルト・ディズニー・スタジオって書いてあるあのねすぐ来れんの近いねえこんな近いんだでそろそろねお昼ってことで、うん、お昼ご飯まあ何おいしいらしいよ行ってきましょう行ってきますぐーんいやすごいいきなりネオン街みたいになったようんすごい綺麗めっちゃ綺麗え、お昼ご飯はこの中にあるの？この暗い中にあるいいじゃないですか綺麗だなすごいうわぁ、ほんとだああお土産屋とかあるんだな、うん、ここで昼ご飯だってあレミーのビストロだなんだろう、何を食べれるんだろうおーおーおおすごい雰囲気じゃん暗いわぁすげえとこじゃん、うん、めちゃいい香りしてるうん、うんビーフ。あ、ミディアムレア。ミディアムレア、yes。あ、フィッシュ。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 おお。でかっ。お、ビーフ。わいただきまーすいただきまーす乾杯じゃあソースをかけて、うん、うわほらほらほらうおミディアムレア柔らかそうそうミディアムレアにしたから、うん、いただきますいただきますやわらかい美味しいいただきますでかいな
うん、うまっ。おわ、いただきます。うん、うんうん、そんなにあの味が濃すぎなくて、濃すぎです。ヘルシーな感じ、うんうん、俺これ腹ペコだから一瞬で食い終わっちゃうかもしんない。ちょうどいいお味です。やっぱフランスはあれだね、うん、味が濃すぎなくて、そうそう、食べやすい。全体的に薄めで美味しいです。うんでも白身魚の美味しそうなんです。うまそうだな、おい。厚みがすごい、ね。うん、厚い。うん、熱い。よ。カメラマンやってんだよ。直接カメラマンだよ。これ、これすごい熱いの、ほら。ねえ、このソースがうまいんだよね、この野菜の。これがうまい。てか、旅してて今まで全部うまいよな。うん、美味しい。ね、最高じゃん。うめ、うん。このジューシーさよ。もういろんなソースがね、絡まってほんとうまいね。一瞬で食べ終わっちゃったよ。うん、ね、美味しかった。うん、あー、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。めっちゃうまかったわ。うん、美味しかった。じゃあアトラクション行きますか。行きますか。それではレミーの美味しいレストランのアトラクション行っていきたいと思います。ラタトゥイユ、ラタトゥイユ、ラタトゥイユ、ラタトゥイユ。映画レミーの美味しいレストランの世界を再現したディズニーランドパリ限定の 4D 体験型ライドアクション。3D メガネつけました。なんか違うな、いつもと。あ、じゃあ、行ってきます。行ってきます。行ってきます。じゃあ、はい。おい、行ってきます。行ってきます。うわ、回転すんじゃん。おお、おお、なんで、おお、うわー、やばいな、これ。あ、なんかいた。なんか料理長がいるな。うわー、すごいすごいすごい。うわー、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 すごい迫力だ。びっくりした。うわうわ、ネズミだ。人がでかい、人がでかい。うわー、俺らがネズミなんよ。あ、そうなのか。そういうことだよ。あー、終わりかな。うわー、終わった。あー、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 いやー、すごかった。あー、いやー、あ、あー、あー、いやー、ネズミになった気分だな。もう、ぶつかったと思ったネズミとか。あー、ものすごい迫力だった。大迫力だった。すごかった。おなんかここでスーパーヒーローに会えるらしいよ。行ってみよう。スーパーヒーローって誰だろう。さあ、うん、行ってみよう。スーパーヒーローに会えるぞ。お、お、アントマン、アントマン。あー、やー、うおほほ、えー、ガタイがいい。ねえ。Yeah! Yeah! Oh! Okay, what's your name? Hika Kim! Okay, nice! Mama Kim! Nice to meet you! I'm Ant-Man! You know? Alors, c'est quoi aujourd'hui? Venez par là! Ok! D'aller voir? Okay! Look! We're gonna do this! 準備運動して、はい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 、ワン、ツー、ツー、反対か、ツー、スリー、スリー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、オーケー、レッツゴー、レッツドゥイットアゲイン、オーケー、一緒にやろう、え、ゴー、ワン、え、なん、ワン、ツー、ターン、ターン、アンダー、どうぞ。
させてあげて。はい、全然全然。Thank you. ありがとう。アベンジャーズアセンブルフライトフォース、アベンジャーズのショー見てきます。見てきます。ヒーロー、うわ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 。Maintenant, balance la source sur les réducteurs. Je parle. かっこいいな。Ne vous inquiétez pas. Mais, また悪さするんか。なんだこりゃ。日本人ですよね。そうなんですよ。新婚なんですか。そうなんです。この前5月に。マジっすか。おめでとうございます。うわー、ありがとうございます。ます僕ママと2人なんですよね。はい、新婚じゃないんですけど、親子なんですけども、楽しんでてください。ありがとうございます。マッドハッターのティーカップ。ママ、僕が一番楽しみにしてたティーカップだよ。一緒に乗ろう。いやー、私ちょっとこれ無理かも。ママ、ママいない。あー、待った、ママ、ママ、なんで一人なんだよ。周りで一人ぼっちだよ。ママ、ママ、ママがいる、ママがいる。おら、おら、おら。ママ、ママ。わー、一人でも楽しい。すごい、早いよ。いや、早い。おばちゃんが苦笑いしてるぞ、横で。どこ行ったっけ？あれあれ。どこ消えた？あ、あ、あ、楽しかった。パイレーツだ。これは。あ、そういうことか。骸骨でけえな。すごい大きい骸骨。ねえ。じゃあいよいよラストのアレクサンドル・マウンテンね。なんかマジヤバいらしいよ。勝負かな私。ディズニーランドパリのビッグサンダーマウンテンはとてつもないらしいよ。ビッグサンダーよ、うん、行きましょう。頑張ります。わビッグサンダーマウンテン、ディズニーランドパリのビッグサンダーマウンテンは世界最速。いやー、来た来た来た、大丈夫かなー。 OK GO、はい、ビッグサンダーマウンテン。すごかったわ。ああ。ああ。
いやもうやばすぎんだろこれ。楽しかったね。はい、もう遊び尽くしたんで最後お土産買ってモンサンミッシェル。はい、いよいよだぜ。今日の夜着くから。はい。イエーイ。ゴー。めちゃいっぱいあるよこれ。どうしよう。なんか買おうね。何を買ったらいいのかも。ねえ、なんか限定っぽいのがいいけどな。兄貴の子供のちびきんのお土産クッキー買いまくりフランス語です。イエーイ。うわよし、あー、はい、しゃー、お土産買ってきました。ありがとう。ディズニーランドパーティー、これ見て見て、これ見て見て、2つを見て。これね、どっちも全部クッキーなのね。これ全部お菓子なの。あー、はい、なんと親子でお菓子を30個ぐらい買いました。というわけで、もうね、心残りはないんで。はい、もうないです。モンサンミシェル、ゴー！うん。さ、いよいよ旅の終着点、モンサンミシェルへ。本当にフランスの街は綺麗ですね。さ、だんだんと景色が田舎になってきて、うおーすごい、山がなくてまた綺麗、本当に景色が綺麗ですね。もうずーっとこんな感じでしたね。あ、動物がいる。気づけば夕方、日も落ちて。おっと、これはマクドナルド発見。はーい、今、3時間ぐらい車で来て、うん、めっちゃ寒いんですけども、ものすごい寒い、もう信じらんないくらい。フレンチマクドナルド見つけました。マクドナルド？マクドナルドって、あ、本当だ。嘘、今気づいたの。嘘ということで、フランスのマクドナルドにちょっとね、ハンバーガー買って食べてみたいと思います。はい、行ってきます。なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ。ブルーチーズだとちっちゃい方にしとくか、俺、うん、これは、おあ、母ちゃんのやつ。これ、これだな。はい。これ、これ、これだな。あ、はいはいはい。緑茶。はい。OK! Go! はい。テイクアウトで買ってきました。やっぱね、車でゆっくり食べる派ですわ。さあ、出しちゃう出しちゃう。うわ、これ超うまそうなんだけど、うわ、これさ、これ何これ、細くない。フレンチポテト的な。うん、これからいく、まず。うんうん。熱々なんだけど。あ、で、これソースついてたよね。あ、あったあったあった。これよ。これ何なんだ、ソースクリーミーデラックス。これはポテト用ってことなの。これソースクリーミーデラックスです。な、何かわかんないけど。あ、あ、酸っぱい香りするんだけど。あ、あのね、フレンチドレッシング的な感じする俺は。朝、朝のあの、そう、これをディップしてたな。うん、このポテト超やわらけ。はい。はい。もう食ってんな。せーの、食ってる。はい、いただきます。あれ？あ、マネだ。すごい美味しい。あの、細いよりも、こっちの方がなんかふわっとしてる感じだね。日本もこれ、ちょっと売ってほしいな。うんうんうん、これ美味しい。めちゃ熱いのよ、なんか。うん、太いからやっぱ熱さが抜けてないけど。ふわふわしてる。幸せになれるポテトだな、これ。めちゃうめえんだけど、これ。塩加減もちょうどいい、ね。ちょうどいい。うん。ロイヤルデラックス、どっちだ？私がどっちだったのに。あー、こっちです。ほら、全然違うの。なんかね、どっちもフランスっぽいやつを頼んだのね。うん、で、開けてみよっか。そっちはなんかね、ソースがうまそうだったんだよ。うわ、うまそうだな、それ。これがまず母ちゃんのやつが。うん、レタスに。なんかね、ソースがうまそうだったのよ、これ。ほら、ちょっと緑っぽいソースが入ってんの。と、私、ヒーカキーンは、これ。
ブルーチーズバーガー、うん、すごい、本当にほらほら、ブルーチーズ、うん、青い、うん、よっしゃ、はい、いただきます。いただきます。いただきます。はい、ちなみに今日のディナーこれです。はい。おお、柔らかいかな。これめっちゃうまい。真ん中ガーンいったとおり、なんかスモーキーだ、このベーコンが。いただきます。あー、うーん、あ、うまい。おい、こっちはボリューミーだな。あ、ちょっとそれマスタードっぽい味すんな、うん、ピリ辛じゃん、うん、これレベル高すぎだろ、うん、フランスのマックは。どうなってんだよ。ああ、これは店内で食べてくれよかった。こぼしそうだ。はい、これどっち、やべ、怖い、蓋が取れそうで怖い、ごめん、うん。はあ、マクドナルドは世界中どこでも最高、うん。はい、今ね、5時間ぐらいかかって、あの、モンサンミシェルにね、夜の12時ぐらいに着いたんですけど、もうね、ちょうど電気消えそうなんですけど、見えてんのよ。あ、なんかまたちょっと着いた。あ、ママ、これだ。フランス。いや、とうとう念願叶いました。モンサンミシェル。すごい、もうよかった。ありがとう。嬉しい。イエーイ。ちょっと遠いけど。いやー、すごい。そう、あとね、カメラだとちょっと分かりづらいかもしれないけど、星が、うん、めちゃくちゃ星だらけなの、空。綺麗ですね。すごいね。なんか12時には消えちゃうらしいんで、あともう10分とかね、消えちゃうみたいなんですけど、間に合ってよかった。なんか高速使えなかったりして、ちょっと遅れちゃったんですけど。長旅でした。いやー、ただ、ただ、明日朝からも行けるので、今日は夜のモンサンミシェル見たくてわざわざね、急いで来たんですけどね、ディズニーランドパリから。いやー、明日、朝になってみないとね、全貌が分かんないんで、それは朝になってからのお楽しみということで。いやー、すごいわ。なんとなくでも、こっから遠くてでかいっていうのは分かるんだよな。楽しみです。楽しみだね。うん。じゃあもう、朝にしちゃうか、これな。うん、そうしよう。いきます。では、朝のモンサンミシェルに、せーの、ジャンプ。うーん。モンサンミシェルが消えました。さよなら、モンサンミシェル。って感じで、今、朝の9時頃なんですけど、霧で見えないのよ。昨日の夜と同じとこなんですけど、すっごい濃い霧で。だから向かっていかないと見えないかもしれないんで、こっから 2.5 キロぐらいあるらしいんで、歩いてどこからモンサンミシェル見えてくるのか、行ってみたいと思います。はい、頑張ります。よいしょ。えい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 。いいから。ほら、見えてきたよ、モンサンミシェル。ほら、奥にほら。え？ほら、あれだよ、あの黒いの、ほら、モンサンミシェルだよ、これ。あれは違う、違う。これ、いや、これこれこれ。え？あれモンサンミシェルよ。これこれ。いや、絶対違うよ。あれは木です。見えません。ひつお。ひつお。向かう途中にめちゃくちゃいっぱい羊いました。うわー、すごーい。あー。ひつお。また悪さするんか、ひつお。おーい。なんか毛がしっかりカットされてるな、うん、綺麗だな、みんな、うん、めちゃくさ食ってんだけど。うわ、すごい、朝から食欲旺盛なんだ。そっか、だから整ってんだ、うん、この芝生が。ずっと食ってんだけど、これ朝飯なんだな、みんな。ひつわさん、ひつわさん来ないな、パタパタパタ。ちょっとまあ僕フランス語はね、何もわかんないですけど、羊語いけるんで、いきます。ちょっとピンマイク壊れるぐらいの勢いでね、いきます。せーの、めー。え、嘘やろ、もっと無反応やん。もっと大きい声出さないとダメだよ。え。フランス語とともに羊語も話せませんでした。ほぼ反応してないですね。ビートボックスもダメでした。レアなやつ発見。クロウさん、クロウさんがいました。一匹だけ。あら、激レアです。今1キロぐらい歩いたでしょうか。うん、全然見えてこない。なかなか遠いですね。
一体どれくらいかかるんだろう。ただ空気がいいね、本当に。すごい気持ちいい。寒いけどでも気持ちいい。何これ。モンサンミッシェルだ。モンサンミッシェル。何これ。宇宙人かもしれない。F1 の車みたいなの、こんなになって。かっこいい。もう半分以上来てるみたいで、こっからもう一本橋。曲がってる橋だな、もう左に。うん、ぐーっと。いまだに全く見えてないですね。多分1キロ以上来てるんですけど。これさ、左にこうやって手すりがあって、うん、こっち側がなんかベンチみたいになってんのよ、うんうん、これはこれさベンチなの。昼間人がめっちゃ来るからさ、あ、冷てぇ、あ、こう冷て、座んならいい、あぁなんかお尻がだって濡れました、お尻が。こんなとこ座ってたらなんか引かれそうだし。いや、そんなもんないでしょ、うん、ベンチっぽい。はい、羊の大移動が始まりました。なんででしょうか。全員わかっているようです。なんかカーンカーンって鐘が鳴ってんだけど。すごい、音色二つ鳴ってんな。キンカンキンカンキンカンって言ってる。あ、すごいすごい。その辺から聞こえるぞ。その辺から聞こえてる。ちょっと右のその辺。うん。あの辺にあるのかな。じゃあ。ちょっと張り切って早起きしすぎましたね。見えてこないんですけど。あ？なんか霧の奥になんか見えてきてるな。なんかあそこ見えてきてるな、右。え？あ、ほらなんかさ、白いのなんか。まっすぐじゃなくてあっちだ。うん。いやー、ちょっとなんか家みたいの見えてる。やば。いやー、すごいすごい。いやー、すげーじゃん。霧が晴れてきてるよ、なんか。うわー、でも見えない。でかいぞ、これ。高さがあるんだね。こう、うん、あとやっぱり最初のあの外壁がさ、うんうん、でかい、うん、うわでけえ。いや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 、これ期待超えてくるスポットですね。楽しみ。モンサンミシェル、フランスを代表する世界遺産。見えてきたーってか、見えたー。1時間近くかかりましたね。うわー、いやーやっと見えた、見えた、見えてきた、見えた。もうすげえ嬉しいんだけど、俺もう今日見えないで帰るかと思ったからね。見えたー、あー、やった、すごいすごいすごい、すげー、でかーい。いやー、やばい、想像のね、2、3倍でかい高さが、うん、やばいね、本物だ、マジで。行きますか、やべえ、ご飯も食べるから、イエーイ、やった、はい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 、いすげえ、いやー、うわー、それじゃあいよいよ中の方へ、はい、ゴー。うわうわー、すごい壁高いね、うん、壁激高、うわ、もうなんか岩とかさ崩れてきそうなのよ。自然そのまま残ってる、ね、ゲームの世界みたいだね。ね、うわ、あら、お土産屋もあんじゃん、うん、ね、後で買おうよ、お土産ね。いろんなお店が、すごい、これなんて言ったらいいの、おー、すごい街並みやん、うーん、すっごいじゃん、景色がすごい、ほら、すごい、すごいお客さんだね。人も多いわ。どん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 坂になってる。すごい坂だな、これ。めっちゃ坂。うわ。
はい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 。ものすごい登りじゃん。うん。バテちった。大バテ。もうちょいだぞ。もうちょいかわかんないけど、うん。階段が多い。おい、ちょっと上の方見えてきたよ、ほら。ほら、お城のさ。もうちょいだな。わ、すごい。すごい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 。うわ。うわー、うわ、すごいぞ、ほら。ほら。うわー。やばい。マジですごいじゃん。うわーすげえ、おでけよー。うわーでかい。うわー、うわすげえ、海だ。うわー、綺麗。すごい水平線だよ。わー、すごい。うわうわ、断崖だこれ、すごい。断崖絶壁から右も人々が見えます。すごいです。いや、海だよ。何だろうこれ。湖みたいな、ね、浅いんだよね。平ら、平らっていうか、ね、浅くて歩いていけそう。うん、すごい、すごい、最高のスポット。うん、綺麗だ。すごい。これクッキーとかだな、これ多分。モンサンミッシェルって感じのモンサンミッシェルならではのお土産屋さんに寄り道。モンサンキャラメルがある。モンサンミッシェルキャラメル。今のところフランス来て菓子しか買ってませんお土産。モンサンミッシェルってこういう分かるの方が、ね、でもね、そうだね、この缶、うん、が残るのがいいかな。缶がいいっていう人もあるか。やばいよ、これディズニー含めたらクッキー何十箱買ってんだよっていう。あとで土産のことはあまり考えないでしょ。いい買い物できたね。モンサンミッシェル入ってすぐのところにこの赤いお店、大行列でさ、ここね、有名なオムレツ屋さんなので食べていきたいと思います。お昼ご飯は超有名なオムレツ屋さん、ラ・メール・プラールで食べちゃいます。ラ・メール・プラールはモン・サン・ミッシェル名物ふわふわオムレツが有名なレストラン。1888年に宿屋を始めたプラールおばさんが名料理を生み出し、中でも薪で焼く独特のスフレオムレツは巡礼に訪れる旅人たちの疲れを癒したそう。オムレツ食べるぞオムレツ、オムレツ、汗だくだけどなうわすごい、めっちゃ広いやん。めっちゃ広い。これ何席あるの。え、超広いよ。3階もあるぞ。なんかさ、マジですごい人たちもいっぱい来たよっていう、なんか写真がすごい。あ、来ました来ました。はい、オムレツだ。うってっこ、うわ、うまそう、ポテト。うえぇ、わぁ、うわ、おベリービッグじゃん、ちょっとこれは一番ゴージャスなトリュフオムレツにしました。うまそう。ベリービリー、大きい、スペシャルビッグじゃないですか。俺さ、拳くらいのやつかと思ってたよ。てかオムレツっていうからちょっと日本のあのオムレツをあの想像してたけど、ちょっとこれ違うよ。それもなんかさ、ふわふわしてる。なぜかさ、同じさやつ頼んでるけどさ、母ちゃんのやつ 1.5 倍くらいでかいんだけどわーい、やったー、サービスだこれやったーとか言って、なんかソースを、おー、
なんかあっさりサラサラしてるな、このソース。うん。中液体かってくれ、なんか不思議な感じしてるぞ。ふわふわのパンケーキみたいな感じだね。中がそっかそっか、まだふわふわな状態で畳んだんだ。トリュフ乗せて、これ多分ね、6000円くらいだよ。いただきます。いただきます。おー、塩だ。程よい塩加減、うん、なんかね、結構もう素材の味を生かしてるって感じで、うん、塩加減がいい、うん、なんかすごい強烈なさ、あの、うんうんうん、味とかガーリックとかそういうのなくて、優しい、なんか、うん、特に何もね、うん、こうしょっぱいものとか足しててない感じ、うん、でもなんかすごいふわふわしてるの。美味しそう。なんか大きくても食べられる感じ、ふわふわで。うめえ、うめえ。真ん中の辺結構塩がかかってて、うんうん、あ、ちょっと塩味が効いてきたかも、うん、なんかね、登山帰りみたいな感じ、うん、そうだね。スポーツして帰ってきたくらい腹減ってたからさ、うん、うわ、超うまい。これはたまらんね、うん、ポテトのこのほら、なんかオニオンみたいなの乗ってるとこ食べようよ。ポテト、ベーコンとオニオンがめちゃめちゃサクサクしてて、オニオンガリガリってカリッカリしてます、うん、この上にかかってる塩加減がね、うん、全部いいね、うん、ここまで美味しいオムレツだと、うん、ケチャップがいらねえんだな。衝撃的な美味しさだろ。あー、コーラうめえ。聞いてくださいよ、結構もう満腹だねって言ったらいきなりパンを半分にちぎり、ね、パン食べたいなと思ったら、食べられんの？俺食べる半分じゃ、うんうん、いや満腹っすねこれね。うん、大きいけども、でもふわふわしてたから、うん。フランスの旅がフランスパンで始まり、フランスパンで終わります。ごちそうさまでした。美味しかった。美味しかった。美味しかったです。はい、じゃあ、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。帰ろうとしたらまさかの超晴天、青空。ああ。てか、いや。やば、わあ、めっちゃ晴れてんじゃん。やば、すごい、すごい綺麗だね。ね、最後に見れてよかったね。いやー、でもずっと昔から来たかったんで、やっとあの願いが叶いました。本当にありがとう。イエーイ、嬉しい。本当に嬉しかった。はい、ありがとう。はい、イエーイ。じゃあね、パリに帰って空港から帰りますか。はい、はい、帰りますか。はい、はい、ママ帰ろう。はい、というわけでパリのね、空港着きました。いや、日本に帰りましょう。はい、はい、いや、すごい旅だったね。すごい旅でした。いや、楽しかった。楽しかった。それでは、バイフランス。バイバイバイ。
帰ってきたぜ。はい。やった。いや帰ってきた。帰ってきたさ。やった。長い旅だった。着きました。あ、帰りの飛行機俺8時間ぐらい寝たわ。あ、私ももう爆睡しちゃった。なんか口開けて寝てたかもしれない。恥ずかしい。いいんですよ。まあ本当にね、初めてのフランスにして、もうフランスを楽しみ尽くした旅だったと思うんだけど、うん、一番思い出に残ったのは何？やっぱり一番行きたかったあのモンサンミッシェルかな。車で5時間かけて行ってよかった。いや、これでかかったよね。いや、すごい迫力だったね。オムレツも美味しかったし、よかったわ。素晴らしかった。あの景色がもうね、なんかもう絵画の世界に入ったかのような感じ。あ、まあね、うんうん、本当にでも想像よりもだいぶすごかったよね。すごかったね。いや、俺なんだろうな、全部すごくて。なんだった？いや、迷うな。まずね、パッて出てくるのは、うん、ディズニーランドパリでミッキーに会えたこと。あれもすごかった。めちゃ嬉しかったからね、あれ、うんうん、あのピンクのお城の目の前でミッキーとハグしたからね。あんなことはできないね。もうできませんよ、多分。とモンサンミシェルかな。モンサンミシェルかな。あのね、切りかかっててさ、見えなかったのが逆に良かったかなと思って、目の前まで行って見えないじゃんって言ったらさ、切りバーンって張るで、えっ、でかーって言ってもね。素晴らしかった。幻想的な、なんか、うん、なんて言ったらいいかね。いや、あのね、パリの中心から離れてるんですけど、フランス行く方は迷ったらモンサンミシェル行った方がいいですね。あと僕は凱旋門も想像の倍くらいでかかったんで、なんかあのテレビで見てるよりすごい実物の方が大きくて、もうね、あのちょっとね、怖いくらいでかかったんで。大きかった。行ってください。ね、まあ、全部良かったんだけどね、全部良かった、全部良かった。ホテルも、うん、ベルサイユ宮殿もエッフェル塔も全部良かったんだけど、はい、といった感じの、はい、ヒカキン&ママキン夢を叶えるフランスの旅でした。いや、ありがとう、本当にありがとう。いやいやいや、本当にありがとう。いや、一生忘れないわ。一生の思い出になりますわ。いやいやいや、本当にありがとう、感謝します。いやいやいや、はい、今お土産のお菓子を並べてみたんですが、とんでもない量です。いや、こんなに買ったっけ。買ったよ。いつの間にか全部お菓子です。これだけ買えば悔いはない。というわけで、皆さんもしよければこの動画グッドボタンぜひぜひポチッとお願いします。このヒカキン TV のチャンネル登録もぜひ。その他、私ヒカキン X、 インスタグラム、 TikTok、 スレッズもやってますので、 SNS 説明欄からフォローお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はじゃんけんポン。ヒカキンとママキンはグーを出しました。バイ。
らくた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 らく